よし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 アルフィーチャンネル。入ってるぞ。入ったか。ダイヤが入ってるなんか。なんか知らぬ間に乾杯になってるぞ。ねえよ。どうした、ダイヤ。いいっすか。それじゃあこの二人チームの一本目お願いします。うまい。うわ。うわ。超えた。超える。超える。うまい。うわ。うまい。うわ。これ無理だな。俺入んない気してきたわ。どっちも入んない。どっちも入んない。のぼり、のぼり早く来ないよ。さあ、2本目。お願いします。うわぁ、これですよ。うわぁ、これこれこれがまさにダイヤのゲースに来たやつね。うわぁ、これですよ。うわぁ、うわぁ、すごい。しゃあ、まさにダイヤのゲースに来たやつ。落ちたなぁ。あいつ一本も動けなかったぞ、速さから。あれ今の無理。あれはめちゃめちゃうまい。よし、もっとなんか現役時代もっと重いボール蹴ってたのにな。どうしたのよ。いや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 、なんか違う。いきます。はい。あれ、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 あー、気持ちがすごい。いやー、いや、ファール、ファール。速くて低いやつとかめっちゃある。じゃあ3本目お願いします。うわー、うわー、ちょっと、ちょっと。うわぁ、ワクイチから入ったんじゃないか。逆にしてもいいっすか、俺。こっちが。なんかね、あ、入りそうな。イメージしやすい。うわ、イメージしてる、イメージしてますよ。うわ、壁越えてきましたね。壁越えてるから。4本目です。4本目。これ入るな。うん、そんな気がする。ああ、わかる、わかる、わかる。うわ、ミスった。ああ、わかるわかるわかる。よし、もう一本蹴る。朝日、はい、蹴ってみるか。俺に一本、俺に一本託すんすか。お前に託した。テレビだよ、みんなまんま蹴っていいから。クリロナ、三浦篤、思い出して。三浦篤。
あ、オッケー。中村健吾。中村健吾もいるし。さあ、ジャンサカ FC 4本目、朝日くんお願いします。うまい、うまい、うまい、惜しい。うまい、うまい、うまい。決めたら勝ち。はい、じゃあ決めます。気持ちよく、あれ決めて終わろう。これは早坂だってできてるイメージ、完璧。いやー、いいところ。いやいやー、いいところ。いやー、いいところ。結構嫌だね、この壁ね。いやー、ちょっと嫌だな。気になった、壁。まあ、キーパーとしてはやっぱ完封で勝つのがすごい嬉しいですね。決めたら、最高の一本ってことですね、これ。劇的な。キーパーいなければ。いや、決められます、坂さん。確かに。もう分かっちゃった。これ超えてくるの、これ超えてくるの、もしかも一人じゃん、これ。いきます。うわーし。上がります。勝てるわけねえじゃん、そもそもこんな勝ちのキッカーじゃん。無理よ、こんなの。いや、すごい。ありがとうございます。アンドさん、素晴らしかった。いやー、あのゴール来なかったっすけどね。めちゃくちゃおる。めちゃくちゃおる。でも一回酒井さん決めるとこ見たいっすよね。え、何がフリーキック、はい、いや、無理だと思った。どこぐらいだったら気持ちよくジャンプしない。あ、俺らが入る、うん、これ高いから。これなし。え、なんか嫌だな、そしたら。エッグ&ピース。いや、これむずいな、蹴る方も。ちょっとあえて、フラット逆に置いてみましょう。あ、でも、あえて確かに、こっちの方が気持ちいいですけど。舐めてます。ちょっと待って。なんかね、体重がもっと乗ってたんだよな、蹴るときに。一回練習します。いらねえよ。じゃあお願いします。いきます。いやこれ決めるまでやるタイプですか。ちょっと待って、もう一回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 、ちょっと雰囲気ある、今雰囲気あった、今のが。そう、あ、出てきた、出てきた、出てきたわ。次の出てきた、これこれこれ、めっちゃやるやん。次決まるわ。あ、違う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 、今の違う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 、全然違う。うわっ、やったー。決まったー、危なかった。うわっ、やったー。うわっ、やったいただいて。いや、楽しかったな。忘れてます、条件。勝ったら準レギュラーという。そっか、忘れてました。負けた罰ゲームはあるけど、逆に勝ったご褒美が。そっか、サウナ好き。あ、好きです。好きじゃねえな、サウナ。なんかちょっと機会があったら、じゃあまたコラボして、はい、よろしくお願いします。この後だからフロンターレの公式チャンネルの方でもコラボしていただけるということで、よろしくお願いいたします。そちらもぜひ皆さん、そちらもご視聴お願いいたします。ちなみになんですけど、この辺でうまい飯屋とか知らないですか。最寄りが栗平駅というんですけど、はい、その前にパスタ屋さんがあります。なんていうとこですか。マジで栗の木、栗の木。あ、それマジでみんな行くんですか。マジで結構美味しい。うまい、美味しいです。何がうまいですか。名物は店員さんです。行けばわかります。あ、行けばわかります。行けばわかります。あの名物店員さん、これだなっていうのは可愛らしい方がいる。あ、マジですか。じゃあ行ってみよう。ちょっとね、ついでにもう一本取ってね。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このパスタはフロンターレのあのスタミナを支えてるわけだ。動いた後たまんねえな。
あれ何よ。お願いします。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくね。